エアウェーブは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた、ステーションワゴン型の小型乗用車である。オルティアの発売終了以降、ホンダに該当する車種がなかった5ナンバーサイズの、コンパクトステーションワゴンとして、2005年4月に、登場した。燃料タンクを車体中央に配した、センタータンクレイアウトを採用した初代フィットのシャーシを、ベースに、 ホイールベースを 100mm 延長しており、後席及び加室には余裕のある空間が確保されている。低床であるため荷物の積み下ろしが容易であり、後席を倒す際は座面ごと下に沈んで、加室床をほぼ水平にできるなど、ステーションワゴンとしての使い勝手は優れた車である。そのため一定の評価があったが、販売時期がすでに、 ステーションはゴ日市場の低迷期であったため、売れ行きはかんばしくなかった。特徴は、流麗なフォルムと、前席頭上から後席まで広がる、スカイルーフで、いつでも、青空や星空が見え、開放感が味わえるようになっている。スカイルーフは、プライバシーガラスと、熱線吸収 UV カットガラスの合わせ、ガラスを採用している。スカイルーフは、 ガラス部分の面積が非常に大きいが、ガラス部分を囲む、ルーフ部のフレームやテールゲート開口部を囲むフレーム、などは平断面化されており、剛性及び、衝突安全性を確保している。ちなみに、メーカーの衝突実験においては、時速 50km 以上で、側面衝突を受けてもスカイルーフのガラスは一度も割れなかった。スカイルーフのないノーマルルーフも存在する。 オルティアの姉妹車であったパートナーの2代目は、エアウェーブがベースとなっているため、オルティアの後継者と思われがちだが、シビックベースだったオルティアと比べ1ランク下の車格に当たるため、実質的には異なるシリーズの車である。ホンダ L15A 型。ありがとうございます。